どうも、はじめまして。ってことはないだろう。ね、シーケンスパパのございます。でも、はじめましての方もいらっしゃるかもしれないですね。よろしくお願いしますよ。チャンネル登録。一番はじめに言うのかいっていう感じですけどね。皆さんね、まあ、若い方は当然知らないかもしれないですけどね、いわゆるバブル絶頂期の頃にあった地上げ屋っていうのをなんか、あったっていうような、こう、伝説っていうかさ、歴史っていうかさ、社会科の教科書なんかが今も載ってんのかな。ご存知ですかね。要はね、土地が上がる、そこに対してね開発が入る、できるだけ、昭和のねまだバブル以前の、小さな町並み、そういったところをね大きな大型の開発するようなさビルにしたりね、まあ大型のショッピングモールにしたりですとかね、あるいは公共のね箱物と言われるようなものを作るためにね、国がもうバカすかバカすかねお金をつぎ込んでいた時代ですよね。そういう時にね、古くから、そこに住まわれている方の、家を買収してですよ、結構なお金でもって買い取っていこうというね、そこの土地を買って、より高く売りつけようということで、様々な地上げ屋というのが暗躍いたしました。もちろんね、買い付けてこいというような、依頼を受けてね、例えば、まあ、あるね、土地、まあ有名なところではですよのあたりですとかね、そういうところにねダンプカーで突っ込んじゃったりなんかしてね、まあその時はね、まあ単純に言えばさ、まあ今で言うところのさ、反社っていうの、当時の言い方をしますとね、ガンのさやりたい放題だったわけですよ。利権が絡んでですね、そこに追い出した逆にですよ、先住者というかさ、住んじゃったりなんかして、人を勝手に追い出しておいてですよ、そこにねずっと24時間ねチンピラも住まわせてね、土地が上がるのを待ったりね、ダンプカーで突っ込んだり、ひどいのになると火つけちゃったりなんかしてね、とてつもない嫌がらせとともにですね、なんで住んでいてこんなに嫌がらせをされなきゃならないんだっていうぐらいひどい目にあったっていう、そういうところもたくさんございました。欲に駆られるとそういうことが多かったっていうね、本当にね、住んでる方たまったもんじゃないよっていうような時代がバブルがはじける直前までございましたよ。まあ私みたいなね貧乏人はね、そういうことに合わないですよ。持ち家でもなかったですしね、そういう苦労は全然なかったですけど、先祖代々ね、小さなお店を守ってきたりですよ、本当にね、数十坪の土地でですよ、守ってきてるところをね住まわれてる方っていうのは、そこの土地に、住むこともできずに、まさに札びらでねほっぺたを叩くようにね、とっとと出て行けよって毎日のように嫌がらされちゃってさね、毎日毎日その挙句の果てにねノコギリ入れる、外からの柱でノコギリ入れたりですよ。昔の家はねガス栓が外にあってね、冬場になるとさ、外のガス栓の元をさ一回閉めてね、それをまた開けたりですとか、もうとてつもない嫌がらせがあった、それがいわゆるバブルの頃にある地上げ屋ですね。まあ東京の方はですね、まあ一番ひどかったんですけどもね、そこで多分おそらく一番膨れ上がったろうなっていうふうに思うのがですね、階ですね。もともと神奈川の方にあったところもですね、今六本木ミッドタウンの方の前にですね、まあ本部っていうのを設けてるですね、会なんていうのがありますけれどもね、まあそこら辺もバブルの時に、まあ、大膨れ上がりをいたしましたね。まさにね反社のね大活躍とも、そこでとてつもなく大儲けをしたっていう時代がバブル地上げの時代でございますけれどもね、そんなね地上げの時代でですね、まあこれは本当に都市伝説ですけどもね、幽霊を使った地上げをしたっていうところがあるって言うんですよ。驚くでしょ。まあ要はねお化けが出ると、そこにはお化けが出るんだ、
心霊スポットなんだっていうようなね、そういう現象を起こすことによって薄気味悪くて住んでられないぞっていうような、デマ噂というものを流してですね、そこのね、建物の連中を根こそぎ出してしまおう、まあ、小さなさ5階6階7階ぐらいのさ、今にしたら小さいさ、そのセットバックしていくようなねマンションをね、そこがね、例えば、都心の港区や渋谷区のど真ん中にあるようなところですとね、住民もろとも置かずにはこれは大変なわけですよ。そうなったらどうするんだろうって、ダンプカーで突っ込むったってそれなりに鉄筋ビルだしね、大ごとになってしまうということで、結構わりかし盛んに行われていたのが心霊現象を起こすっていうことですね。お化けさんに頼もうっていうことですね。お化けさんに頼んでですね、そこに心霊現象を引き起こすことによって、建物そのものが心霊スポットになってしまってるっていうような、そんなね地上げの仕方もあったっていうふうに、そんな時代もあったんですよ。じゃあどうやって心霊現象を起こすんだろうなんてね、そういうところでもってね、ニョキニョキと出てきちゃったのがね、あのね見えるっていう風にしてさ、坊さんみたいな格好をしてさ出てきたさ、どうとかいたでしょ。ああいう人たちもね、そっちの方から絡んできたりなんかしてね、これはもう本当に都市伝説ですからね、インチキやからのね、なんちゃっていた子とかさ、そういうことたくさん出てきたりね、まあブームもブーム、義母愛子さん、江原さんをはじめとするね、スピリチュアルの方向でもって、きちんとね、霊界のことを発信する人がいたことも事実なんですけどもね、まあ、本当にね、へんてこりんなね、金に絡んだね、霊能者も暗躍し放題だったってことも確かです。そういう意味でですよ、まあ、今もね、実は、心霊現象と称されることを、のためにですよ、そのビル建物自体が、あまり評価が高くならないっていうことも起きている。これはね、おそらくね、今この中がね、なければもっともっと進んでたかもしれませんね。特に都心部、東京の都心部の開発はすごいでしょ。渋谷界隈もそうですけれどもね、本当にすごいんですよ。ああいうところの開発の周りから考えますとですね、かなりの勢いでもって、区画整備がされているっていうことが現実なんですけれどもね。さあ、じゃあそこに対して今ね、なんだ、暴力団規制法みたいなのがさできちゃってるからね、表立って暴力団というのは活躍ができないというか暗躍ができないですよね。そして、半グレ集団なんてよくわかんないね、もう完全グレだろってね、半グレってなんだよっても思うんですけどもね、まあ、いわゆるやからチンピラの類っていうのもマークされている。まあとにかく、裏社会の人間っていうのはなかなか動きが厳しい。そんな中でも、例えば、そうだな、六本木のロアビルも建て替えることになりましたしね、あの事件だってさ、クラブだってさ、何ですか、半グレがさ、愛のね、本職さんをさ、数人がかりでもってさ、めった打ちにして殺してしまったみたいなさ、そういう事件でしょ。そこから始まるもろもろのね、話っていうのが尾ひれをついて、いわゆるロアビルそのものがあまりいい空気の建物ではないなっていうふうな噂も流れていますけれどもね、まあ話はちょっと横道それるんですけどね、東京を渋谷をはじめとする東京の地域で開発が進まない地域ってあるじゃないですか。例えば新橋烏森ですとか、新宿の歌舞伎町ですとかね、銀座はまあ仕方がないとしてもですよ、そういう地域、ちょっと見渡してみるとね、なんでなんだろうってちょっと不思議に思うとこないですか。あのね、まあこれは皆さんはもう本当に当たり前のようにご存知かと思うんですけどね、東京ってねガス田なんですよ。東京の下結構なところでガス田、つまりね、地下を深く掘って杭を打ち込んでしまうとガスが漏れてしまう。何年ぐらい前になるの、10年ぐらい前になるかな、東京のとある雑居ビルでもってですね、地下からの天然ガスが漏れて大爆発してボーンと起こしたって大きな事故があるんですけどね、漏りようによっては、ブーッとガスが飛
溜まってきてね、ポンと破裂してしまうっていうような場所が結構あります。どのぐらいの深さでどれぐらいのところで出るかっていうのが分かってれば防御の仕様があるんですけれども、何しろ相手はガスですからね、そこをね、穴開けてしまうと、下手をするとね、運転大惨事になってしまうということでですね、僕の予想ではです、予想ではですけどね、例えば新橋の烏森ですとか、新宿の歌舞伎町ですとか、ここならっていうようなところでもってなかなか構想の手が入らないところ、そこはね、もしかしたらね、ガス田の浅いところなんじゃないかなっていうふうに勝手な予想をしています。そしてこれ世紀のね、ノストラダムスの大予言じゃないですけどね、シークエンスパパ友のね大予言なんですけどね、渋谷警察の駅前の交差点があるじゃないですか、今ね渋谷警察の真ん前にある交差点ね、あそこね、僕が免許を取った当時、つまり18、19っていうことはですよ、今からね42、3年前からずっと工事してるんですよ。もうね50年近く工事をしてるわけですよ。50年近くね。でね、土木建築のコンクリートのね耐久年月っていうのがね、おおよそ30年って言われてるんですよ、鉄筋コンクリートのね。つまり工事を始めた当時の、鉄筋工事部位がもう老朽化をして、工事をしなくてはならないっていうことなんですね。もうこれエンドレスですよ。ずーっとエンドレスになる、エンドレスに続く、もう老朽化を防ぐ工事と新しい工事を進むということでもって、本当にエンドレスで続いてますよ。これで表沙汰ではね、東急さんがね開発をしてるっていうふうにやってるんですけど、これはね僕の大予想ですよ。あそこはね、渋谷というぐらいで谷でしょ、水の流れが一番運びやすい場所、大きなお金を隠せる場所ということでですね、おそらくですよ、徳川の埋蔵金があそこにあるのではないかっていうふうに私は思っています。つまり江戸の金庫で、船で運んで大量の千両箱があそこに積まれている、それをね、めっけちゃった、運び出すにしても何にしてもですよ、もう工事やめられない、国やいくらでも金を出す、そりゃそうですよ、埋蔵金が出ちゃってるんですからね、というようなお話でございます。なんだか、脈絡がなくなってしまいましたけども、つまりね、地上げ屋さんもお化けを使っていた時代がある。そして、今も、お化けを使って、事故物件という名のもとにビルそのものを、から利上げに向かっているところもあるということでございました。シークエンスパパ友の、昭和平成令和に続く事故物件、そこにはの連中も関わってたんじゃないかというお話でございました。どうも幽霊バキン。